どうも、のの久保ですあの皆さんお寿司好きですかねお寿司っていうのはジャパニーズフードの中でも特にね、えー、安全で健康に良いとされていますけどもこれって最近でも変わってないんですかねあのー、私たちが寿司って言ってイメージするのはもう回転寿司が圧倒的に多いと思うんですよで、すよ私はたまに割烹とかねあと料亭とかに行ってお寿司食べるんですけどもやっぱ高いんですよね。 高いんですけども、シャリがね、ギュッと握ってあるのと、あとネタがでかいんですよ。だから、特上寿司2500円ぐらいで一皿頼むんですけども、それでもうね、十分お腹満たされちゃって、あんまりバクバク食べるようにはなってないんですよね。でしかもその、カッポーとか料亭で食べる魚っていうのは、イケスで飼われてるのを目の前であげてくれて、こう調理してくれるんで、非常に鮮度がいいなーっていう風には感じるんですよ、えー。ちなみに先週はですね、あの生ガキをいただきましてね、 えー、まあとても美味しかったんですけども生蠣ってのはそんなにたくさん食べれるもんじゃないですね本当に一つか二つあれば十分かなみたいな独特の生臭さもありますしねで私は柿フライとかが好きなんでフライを食べて、えー、その日はね、えー、収まったわけですけどもさあこの魚寿司今でも健康なのかなっていうところでミスターエ m さんにちょっとお尋ねしたところこういうふうにね答えが返ってきております、えー、読みますね私もね半分想像していたんですけども えー、お寿司に使われる魚の中には日本の海が農業排水産業排水生活排水などを主な原因とした海洋汚染によりカドミウムや水銀鉛などの重金属を多く含んでしまっているものがあったりあと調味料ですよね、えー、醤油とかわさびですけどもコスト削減のために健康によくない成分を含んだ調味料を使ったお寿司が流通しているとこれも私がね うん、そうなんじゃないかなと思ってる通りなんですよねでお魚では特にマグロが危険だっていうふうに言われてるのもこれたまに出てきますよねで汚染が少ないのは鮭、アジサバイワシサンマタイブリカツオなどで比較的安全というふうに評価しておりますね、うん、私もまあまあそうなのかなっていうところがありますただどのぐらい健康被害があるのかってことは今のところわからないのとあと食べるものがなくなっちゃうっていうね飢餓が最も 悪いのかなと思うところで、お寿司も慎重に選ばないといけないかなってところですよね。で、調味料では特にチューブに入っているわさびや小分けにされたお醤油にはコスト削減のために粗悪な成分が含まれているため健康に良くないと思われます。これも私も同じような考えです。ですので、お寿司を食べる際にはその食材の背景、調味料の成分に気をつけなければならないと感じております。まあですんで、料亭やカップーっていうのはそれをもう細かく細かくね、リサーチして出してくれるんで、私は高いけれども、 安安全安心かなと思ってますねやっぱり回転寿司大量生産大量消費安いものには訳がある、まあ、それはもう仕方がないことかなと思いますあの無添加っていうことをね歌っておられるお寿司とか健康食品もあると思いますけども果たして無添加が本当にいいのか無添加だからこそいいのかこれも大いに疑問を持たなければなりません添加物を加えないがゆえに他の悪質な成分を加えてしまうんだよね これまた全く意味がないですから。えそして、天然だからいいってものはないんですよ。やっぱり養殖できちんと管理された方が安全という考え方もありますんで、食に関するいろんな疑問っていうのはね、尽きないもんですね。ミスタイムさん、回答ありがとうございました。